小林理恵のキャスターは3日間番組出演がありませんでした。そのせいか、今朝はのんちゃんとのクロストークに遅刻してしまいました。どうしたのでしょうね。それではご覧ください。皆さんおはようございます。6月12日月曜日です。時刻は8時を回りました。ここからはウェザーニュースライブサンシャインのお時間です。本日の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。生放送で今日この後のお天気を中心にお伝えしていきます。YouTube ライブやニコニコ生放送など様々な媒体で今日のお天気、最新情報をお届けしております。ぜひ皆さんも朝のお時間つながりやすい媒体からこの後のお天気ご確認ください。さてまた新しい1週間が始まりましたね。あいにくのお天気のスタートといったところも多くなっているのではないでしょうか。私も出社時は、先ほどリノンさんともクロストークで見ていたリポートのように低い位置の雲たちに覆われながら、かなり視程が悪いなと思いつつ出社してきたんですけれども、ね、今日この後まだまだ見通しがいつもよりは悪くなっているところあるかと思いますのでね、お車使われる方、どうぞ安全運転でお過ごしください。そして、こちら、ウェザーニュースライブの番組、私3日ほど空いたので、ちょっとだけ久しぶりだなっていう気持ちになっていてそうなんですよ。クロストークもちょっと遅刻しました何があったというわけではなく、単純にいつもの集合時間、着席してたい時間があるんですけど勘違いしてて月曜日だからって許されますかねそう、なんだかいつもとこう感覚が違ってたそうなんです。なんかこのまでには絶対座るっていう時間をなぜか3分後に勘違いしていて、こんな日もありますかねすみませんと思う。いやでもこのね、生放送で番組をお送りしているので3分って多大なる時間なんですよね。そうそう、だからあれどうしたと思いながらさっきも過ごしてたんですけれども、なかなかねお天気とか相まって月曜日なんだろうでね、みんな思ってるのかなまあそんな、フォローがありがとうございます。疲れはね溜まってないんですよ、お休みだったからなのでね、ここからは元気いっぱい。昨日はヨーロッパチャンピオン決めるサッカーもちゃんとね朝から見ていたので、元気もいっぱい、パワーもいっぱい受けてるんですけれどもここからね、3時間しっかりとこの先のお天気も見ていければと思います。